阪急2300系電車は1960年に登場した阪急電鉄の京都専用の電車である。当時の最新技術による回生ブレーキと低速運転の機能を備え、新方線の2000系とともにオートカー、人工頭脳電車とも呼ばれた。初代ローレルショープレート2300系は1960年に新方線用の2000系の姉妹車として登場した。 2000系は、河川電圧が直流 600V で、電装品が東京芝浦電気製であるのに対し、京都線の2300系は、当初より直流 1500V 対応で、新京阪鉄道時代からの慣例で、東洋電気製造製の電装品を使用している。車体の基本デザインは2013年から製造が開始された1300系にも受け継がれている。 1961年には2000系とともに鉄道ともの会の第1回ローレル賞を受賞した。本校では解説の便宜上、梅田方戦闘車の車両番号 F を編成名として記述する2300系の車内初期タイプの車両のフレーム付き側窓半球標準車体寸法を採用し2000系と共通で直線主体の簡素なスタイルを持つ。 全金属製車体を備える。正面形状は3面折り爪。車体長は運転台側が 100mm 長くなり 18,400mm となった。客用扉は 1,300mm 幅の両開き扉を半球で初採用。換気装置は別製作のモニター屋根を乗せて簡素化を図った。貫通路は 1,080mm 幅の 広幅貫通路が用いられていたが、1964年以降、製造の中間車では通常貫通扉付きの強幅貫通路を採用した。側窓はワンタッチで開閉可能な一段加工式のユニット窓である。操作性の良さとともに、アルミ合金の窓枠とマルーンの車体色との取り合わせが極めて好評であり、以降の新造車両でも半世紀にわたり踏襲されている。 窓構造は当初はフレームサッシュ形状で昭和38年度以後の製作者はフレームレス方式が採用されている。側面には伝承式の列車種別表示器や車外放送装置が設けられた。車内は内張りにマホガニー木目のメラミン化粧板を採用、木質感を保ちつつ不燃化と完全無塗装化を図った。座席はロングシートで座面のモケットは ゴールデンオリーブ色素材にアンゴラヤギの毛を使用、毛足 4.5mm のテレントを用い、優れた座り心地を提供した。半球伝統のマルーン塗装や木目調の内装を受け継ぎつつ、現在まで続くデザインを確立した。制御機は、東洋電気製造製 ES-755A で電動カム軸制御機による抵抗制御と分巻機械自制御で構成される。 分け巻き開示電流の調整は分巻き開示と直列接続した227段の境自抵抗器の端子を円筒状に端しその上をサーボモーターで駆動する接触子を移動することで行い抵抗値を変更するこのサーボモーターの制御をトランジスタを用いた増幅機で行うのが2300系の最大の特徴である 低速度運転機能は50.65、80.90、100、時速 105km と中高速域の6段階に指令可能であった13駅梅田駅間で直流 600V の宝塚線を走行するのに備えて電圧転換器も装備していた主電動機は出力 150kW の複管保証巻線付き直流電動機である東洋 電気製造製 TDK-812A を採用し、これを1両分4個で永久直列接続にして使用された。駆動方式は中空軸平行、カルダン、波数比は84、16で、その後の京都線の標準となる。なお、軌道加速度は時速 2.8kmS である。ブレーキは電磁直通ブレーキで、 回生ブレーキ併用の HSCR である。当初は回生ブレーキを優先し、電動車の回生ブレーキの不足部、台車は同時期心臓の2000系と同様に、住友金属工業製のアルストーム、リンク金属バネ台車を標準とし、電動車は住友金属 FS333 を、制御車及び付随車は住友金属 FS33 をそれぞれ使用した。 車輪系は FS333 が高性能車標準の 860mm、FS33 が小径の 762mm である。1962年製造車以降は民伝ドイツ式金属バネ会社を採用し、電動車は住友金属 FS345 を、制御車及び付随車は住友金属 FS45 をそれぞれ使用した。 また、一部の車両で、汽車製造性の一自由度系軸箱両式台車が、試験的に装着された。1961年1962年には、KS-65A と、KS-65B が、1963年には、軸箱指示部を改良した KS-71A と KS-71B が使用されている。台車形式と車番は、以下の通り、 パンタグラフは東洋電気製造 PT-42L を採用した利線による改正執行を防止するため MC 車に2機搭載する1962年に2330型を組み込む MCMTC の3両編成が増備された際は電動車の隣接による架線の集中的な押し上げを防止するため 中間電動車2330系のパンタグラフを制御車2350型に設置して間隔を確保した2330型は将来の付随車増結と電動車の間隔確保を見越してパンタグラフの搭載準備がなされていた1966年に製造された2330系2341から2343の3両は パンタグラフ2機搭載で竣工した。その後、MC 社のパンタグラフ2機でも M 社への給電や改正制度に支障がないことが確認されたため、2330系のパンタグラフは、早い時期に2350系のパンタグラフも1967年に撤去された。パンタグラフ搭載の2361以降の制御者は一時期、2360型と呼ぶこともあった。 以下の4形式78両が1960年から1967年にかけて何は後期で製作された中間電動車2330型は1962年中間付随車2380型は1966年からの追加製造である2 3 0 0系2 3 0 1から2328梅田型制御電動車 2 3 5 0系2351から2378河原町片制御車。2 3 3 0系2331から2346中間電動車。2 3 8 0系2391から2396付随車。中間電動車は30番台の2 3 3 0系、中間付随車は80番台の2380。 型に区分されており、運転台の有無を問わず動力の有無のみで区分した2000系、2100系列とは対照的に整然とした番号体系となっている。電動車と付随車による MCTC の2両編成を基本とし、当初は2両編成を2本並結した4両編成で運用された。1960年から1961年製造車は、 アルストムリンク式台車の FS333、FS33 を採用した。1961年1962年製造車では、エコノミカル台車も使用された。マーク付きは、エコノミカル台車を装着。1962年には、中間電動車の2330型が登場し、3両編成を、蘇生した。台車も民電ドイツ台車の FS345。 FS45 を本格的に採用した。1963年には、大宮河原町間の延伸と千里山線の新千里山延伸に伴い、MCTC、MCMTC の5両編成7本と MCTC の2両編成1本を増備した。マーク付きは、エコノミカル台車を装着。河原町延伸に合わせて増発された特急にも、充当されたが、ロングシート車では、 旅客サービスが好ましくないことから、翌1964年よりに、扉クロスシートの特急車2800系が、新造されている。1964年からは、特急車の2800系を増備していたが、1966年からは2300系の電動車2330型と、付随車2380型による中間車ユニットを、増備、 1967年には2両編成2本を導入した。中間車は2321から2371から2326から2376までの6本に編入し、MCTMTC の4両ユニットを蘇生した2 3 8 0系の2381から2390は結番となっている。混雑緩和のため座席定員が少なくなり、 先頭車は6人間の48人、中間車は8人間の52人となった。側窓は、新方線の3000系、3100系などと、同一仕様のフレームレス方式となった。T 車と M 車の間の貫通路は、風の吹き抜けを防ぐため狭幅となり、引き戸が設置された。冷房改造、非表字幕の2301回1978年より、冷房化改造が実施された。 冷房装置は1 5 0 0カロリー、h 3機の集約分散式で電源用に1 2十九馬の大容量 MG をユニットごとに1機ずつ設置従来の小容量 MG は撤去された2308では補助電源装置に SIV が試験搭載された冷房化は1981年に終了している電動車の車軸径は1 2 0トルに強化 2300系の大阪砲パンタグラフは全員よりに約7 0 0、mm、トル移設された。また、2300系以外にパンタグラフを搭載する可能性がなくなったため、パンタグラフ非搭載車全車の屋根上機器配置が同一に統一された。心臓から20年が経過すると制御装置の経年劣化や部品の入手困難が目立つようになったことから、冷房化に並行して、 制御装置の更新も行われた。制御方式は7300系と同様の境、自直波制御が採用され、低速運転機能は廃止されたが、改正ブレーキは残された。制御機は、東洋電気製造 ES773 が搭載された。電動車は大部分が、MM ユニットの 1C8M 方式となったが、一部は、従来の 1C4M 方式のまま更新されている。 2327.2328は 1C4M1C8M 両用となった。2305.2307は、後年の7両編成化に伴う2800系、電動車の編入に際して 1C4M から 1C8M に切り替えられた。2311から2331は、アフ方式による、電気子直波制御の試験車となった。制御機形式は、 RG608 である車両の管理上一部車両では改版が行われた新旧対象は以下の通り長編成化に伴う編成の固定化が進み以下の車両で中間運転台の撤去と乗務員扉の埋め込みが実施された空気バネ車は金属バネ車との混血を避けるため MM ユニットの固定編成となった2306.2308の2両は 運転台を撤去した MO 車となり、主制魚器やパンタグラフなどを撤去し、コンプレッサー、補助電源装置等を搭載した。4両ユニットでは、MCTMTC から MCMTTC への組み替えを行い、つま面の引き戸の位置の分散により風の吹き抜けの阻止が図られた。広幅貫通路と強幅貫通路をホロで連結する際はアダプタを設置して接続し、 表示幕設置者はアダプターを配した強幅貫通路への改造も実施されている。冷房改造後の各社の貫通路の状況を示す。表記は便宜上のもので、車両番号はいずれも、改番後、1986年から1989年にかけて本線運用の7両編成7本を対象に種別、行き先表示幕が設置された。や標識は総に移され、 側面は、従来の種別表示灯を撤去して種別、行き先一体の表示膜を新設、表示灯の後は埋められた。中間組み込みの先頭車の正面には設置されていない。京都線に幅広車体の車両が増加したことから、車体とホームの隙間を埋めるため、非表示膜車を含む全車両の客用扉にステップが設置された。これにより、最大幅が 2808mm となり、 新法線への入線が不可能となった。2800系も2300系への組み込み車にドアステップが設けられている。エコノミカル台車の空気バネは振動吸収が不十分で乗り心地の向上には至らず、保守にも手間がかかることから金属バネ台車への振り替えが実施された。振り替えには2800系の廃車発生品の FS345FS45 FS よび FS324 が用いられた2305.2306-2308.2311の4両は KS65 台車で残された。特に2311は電気子直波制御の試験車であり床下機器がいっぱいであったため台車が交換されていない。2006年からは ATS 更新が行われている。同時に非常ブレーキの改造を行った。 近年においては、先頭に出ている2300系、2350系のエアホース、ジャンパス受向け、2350系の電乱箱が撤去されている。また、コンプレッサーを2330系、2350型に搭載していた、旧式の D32 ア型から大容量の HB2000 型へと、乾燥、2350型へ、集約搭載された。 2 3 0 0系の中間運転台残存車2316.2318においては、マスコン、ブレーキ弁等の運転関係機器が完全に撤去されている。優待ヘッドマークを掲げた2301回当初は2 3 0 0 k 2 3 5 0系の2両編成で登場し、2両から4両編成で使用されたが、その後輸送力増強で3両編成、4両編成が、 登場した2両3両4両のユニットの組み合わせで2両編成から最大8両編成の柔軟な蘇生が可能で特急車の2800系の登場までは特急にも使用されていた。堺筋線開業前は天神橋駅までの運用実績があった。建設中の東海道新幹線と並走する区間の高架化工事で新幹線の線路を走行した実績もある。 1969年の地下鉄坂井筋線との乗り入れ開始に備えて3300系が大量増備されると京都線に必要以上の車両数が在籍することとなった。そのため全線共通車体の2300系を昇圧完了後の神戸線の輸送力増強に活用し車両受給の調整を図ることとなり2300系は1969年1月より 最大で6両編成5本の30両が神戸線に転属した。神戸線では4両編成から最大8両編成で運用され、2300系の8両編成運用は神戸線が先行する形となった。神戸本線から山陽電気鉄道のスマウラ公園駅のほか今津線でも運用された。日本万国博覧会の期間中のエキスポ直通で神戸線から 京都線に直通した実績もある。京都線の輸送力増強と新方線上の新型車両の投入に伴い、2300系は1971年11月までに、全車が京都線に復帰した。以後の新方線への入線実績はない。1972年に京都線特急、急行の8両編成運転が開始され、2300、 計も8両編成4本を蘇生の上で充当された。その後の5300系8両編成や6300系の登場に伴って2300系の8両編成は1978年11月に消滅している。冷房化改造開始後の1980年8月には普通の6連運転を開始、1982年9月には普通の7連運転が開始され、 2800系の2884.2885が編入された。1986年からは、嵐山専用に2301回2303回2309回が4両編成3本に組み替えられ、1987年まで2300系を置き換えた。 1991年1992年の2800系嵐山線転用により2303と2309は一度本線に戻るが、1995年に2800系が現役を引退したため3年ほどで嵐山線へ復帰している。本線系統では1990年代で6両7両編成が京都本線、千里線の普通、準急、 快速のほか梅田嵐山間の臨時急行などで使用されていたが、2001年3月の改正で6両編成の運用が消滅、7両編成が再び一般の急行や行楽機の臨時特急、いいことエクスプレスに使用され、2007年のダイヤ改正で急行に代わり設定された準急にも充当された。 2005年の9300系増尾に伴い2300系表示幕車7連のうち2323回2319回を4連化、嵐山1000の非表示幕車置き換えが開始された。2323 23は7月19日から、嵐山1000に転属し2303が運用を離脱。2301回は9月23日に、勇退イベントが開催され、 10月19日に運用を終了、翌20日から入れ替わる形で2319回が運用を開始した。2009年4月2日から嵐山線に6300系が投入され、嵐山専用の2300系は4月1日付で運行終了、現役から退いた。2014年からは1300系への置き換えが開始され、2300系は2015年、 2月20日より2313回に引退記念の装飾を施し、両線頭部に特製ヘッドマークを形式1992年以前の旧車章もステッカーで復元された。3月20日をもって定期運用を終了。3月22日に小尺駅河原町駅間でさよなら運転が行われ2300系は55年間の現役生活に幕を下ろした。 早期に編成自体が消滅した2000系と異なり、2000年まで全社が在籍していた。2001年3月24日の京都線ダイヤ改正で、普通の6両運用消滅による編成組み替えで、アフチョッパ社の2311回の2両と2306.2377の計4両が余剰となり、2001年5月25日付で、 本形式で初の廃車となった。また、2331は伝送解除された。2305回に組まれていた2800系最終、残存者3両も同時に廃車となり、2800系は形式消滅となった。その後、2311回の残存3両と2307回の残存4両で新2307回を蘇生した。続いて、 2001年から旧車となっていた2305.23282357.2362の4両が2002年4月19日付で廃車となった2003年3月16日の落成口駅開業に伴うダイヤ改正では2307回が余剰となり2307を除く6両と旧車の2327.2378 の2両が2003年12月12日付で廃車となった。2307回は阪急では最後の本線用行き先表示幕未設置車であった。また、同年10月には特急用車両として9300系が1、平成製造されたが、これに伴う本形式の廃車はなかった。二千五年の九千三百系の増備による三千三百系の七連貨及び二千三百系。 京島区車の嵐山線転用に伴い、2303階の4両と2323 23階の中間3両の計7両が2005年8月18日付で廃車となった。続いて2301階の中間2両と2319階の中間3両、2307階の残存車で9車となっていた2307の 計6両が2005年12月15日付で廃車となっている。2301から2352の2両については、小弱車庫で9車となった。2009年の9300系増備に伴う6300系の嵐山線転用、また、本線の7連運用減少に伴い、2009年5月28日付で2319回の4両が、 2010年4月23日付で、嵐山専用4連の2309回、2323 23回の計8両、本専用の2317回の7両の15両が廃車となった。2309回は、京都線系統で最後の行き先表示幕、未設置車であった。2014年からの1300系の増備に伴い、 2014年6月13日付で2321回、2015年1月19日付で2325回が廃車となった。2300系は2015年3月1日現在で2313回2315回と、旧車の2301回が在籍していたが、2315回の7両は2015年4月24日付で廃車。 最後まで運用された2313回の7両は2015年6月4日付で廃車となっている。その後も小弱工場に保存されている2301から2352の2両が車席を有していたが、保存のため2016年2月29日付で正式に廃車となり2300系は形式消滅した2301.2352の2両が 小弱工場に胴体保存されている。2016年に廃車となり、保存車として旧車床を復元するなどの整備が行われた。2016年秋のレールウェイフェスティバルでは、車内を公開してのヘッドマーク展示が行われた。このほか2311の運転台部分が兵庫県三田市の個人宅に保存されている。中間組み込み先頭車は、運転台のある側に、 C の文字を、運転台撤去者は、撤去側に O の文字を付している。1981年8月1日現在、1989年10月1日現在、1999年10月1日現在、2002年4月1日現在は、行き先表示幕未設置者。2006年4月1日現在、2012年4月1日現在、 1300系投入直前の編成、ありがとうございます。